おはようございます。1月12日木崎浜朝の状況です。まずは海田から。風は北西、面は綺麗ですがサイズはなんとか腰ぐらい。2人入ってます。階段のトイレ前です。ここは誰も入っておりません。放送灯前も厳しいコンディションです。誰も入っておりません。トイレ前右側です。ここはなんとか乗れそうなセットが入ってきていますが、ここも厳しいコンディションです。2人入ろうとしてます。トイレ前左側もインサイドで割れる厳しいブレイクです。階段前、ここもなかなか厳しいコンディションがですが、ボディーボーダーが1人入水しております。昨日の強いオフシャーの影響でだいぶうねりが消されてサイズダウンして、今日は厳しいコンディションとなっております。この後も寒さが続くのでサイズアップの見込みはなさそうです。